はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、仮登記について解説いたします。この仮登記、苦手としている方非常に多い部分なんですね。ただよく試験でも出題される部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。まず仮登記ってなぜ行うのか、仮登記をする目的ですね。これは順位保全です。順位保全、これはちょっと後で解説します。これどういうことを言っているのかは後で解説いたします。で、まず仮登記ができる場合なんですけれども、2パターンあります。仮登記ができるのは2パターン、どういった場合かっていうと、登記申請に必要な書類が揃っていない場合、まあ、これはわかりますよね。一部書類不足があったといった場合です。この場合仮登記することができます。もちろん全部揃っていたら本登記、まあ、普通の登記を行う流れになります。で、二つ目が、物件変動を生じさせる請求権がある。例えば売買の予約契約をしていたといった場合です。 A さんが B さんと、 A さんが売り主、 B さんが買い主として不動産の売買予約契約をしていた場合、この場合、この時点ではまだ物件変動って生じてないですよね。予約契約をした時点では物件変動は生じていません。つまり B さんに所有権は移転していないんですけども、後々この予約権を行使した場合、まあ、つまり所有権移転登記してくださいと請求すると、この場合所有権が移転するわけです。このように B さんは請求権があるわけですね。物件変動を生じさせる、つまり所有権を移転させる請求権を持っている、こういった場合です。こういった場合も仮登記をすることができます。で、じゃあこの仮登記ってどういうふうに申請をするのかというと、原則共同申請なんですね。共同申請っていうのは、まあ、今回の話で言うと売り主、買い主 A さん、B さんが一緒に共同で申請をする、これが共同申請です。ただし、これ例外的に B さんが単独で仮登記の申請できる場合があるんですね。それはどういった場合かというと、仮登記義務者の承諾がある場合。仮登記義務者というのは、今回の話で言うと A さん、売り主側ですね。A さんの承諾がある場合、または判決とかがある場合、まあ、仮登記の処分を命ずる判決がある場合ですね。まあ、こういった場合は B さんは単独で仮登記の申請が可能です。で、無事に仮登記終わりました。そうするとこの仮登記の効力ってどんな効力があるのか、これが重要なんですね。まず仮登記自体にはこれ対抗力ってないんですよ。仮登記自体には対抗力はないんですけれども、その後本登記をすることによって仮登記の順位で登記されるんですね。これが順位保全っていう意味なんです。つまり仮登記をした時の順位、これが欲しいんですよ。欲しいがために仮登記をするんです。本登記って後でやるわけですよね。でも順位だけ初めに欲しいといった場合があるんです。これはどういった場合なのか、ちょっとこちらの図を見てください。まあ表っていうのかな。まず A さんが保存登記をしました。 A さんですね。で、その後 A さんが B さんと予約契約をしましたということで、2番、順位番号2番で B さん仮登記をしました。所有権移転登記の仮登記をした。で、その後もしですよ、 A さんが C さんに売却をして、 C さんが所有権移転登記をした、こういった場合があるんですね。まあ、あまりないけれども、こういった場合もあるんです。この場合、この仮登記自体には対抗力がないわけだから、この時点では B さんは C さんに対抗することができないんですよ。しかし、B さんが、この後、本登記をするとどうなるかというと、このように、この2番の順位で所有権移転登記がされるんですね。そうすると B さんは C さんに対抗することができるようになるんですよ。で、この登記がされてしまうと C さん、これ抹消されちゃうんですね。もう B さん勝っちゃうわけだから。これが仮登記の目的なんですよ。この2番という早い順位が欲しいがゆえに仮登記をしておく。でもどんな場合でもできるんじゃなくて、このように必要な書類が一部揃っていないだったりとか、
物件変動を生じさせる請求権がある場合に限ってこのように順位保全ができるんだよと、まあ、いう話なんですね。で、じゃあこの本登記、今これ本登記をしたんです。今これ仮登記をして、その後本登記をしたんですけども、この本登記をするためにはどのような申請をするのかというと、これは AB での共同申請なんですね。同じです。 A と B が一緒に申請をする、登記申請をするということですね。所有権移転登記の申請をする。かつ C さん、これは登記簿上利害関係を有しますよね。この人の承諾が必要になってくるんです。なぜかというと、 B さんが本登記することによって C さんはこれ抹消されるわけですよ。なくなっちゃう、まあ、そうすると困るわけだから C さんの承諾を得てくださいねということです。まあ、ただこれ普通に考えて C さん承諾するのかって言ったら、まあ承諾しないじゃないですか、普通に考えて。となってきたら B さんは裁判を起こして判決をもらって抹消してもらう。つまり C さんの承諾に代わる裁判所のお墨付きをもらって、移転登記していいですよ、本登記していいですよっていう裁判所からお墨付きをもらった上で移転登記をすると。まあ、いった流れになります。まあ、これ法律をちゃんと知ってる方だとあまりこういうことってしないんですよ。だって結局はこれ順位保全されてるわけだから、この人負けちゃうんですよね、裁判やっちゃうと。ただあまり法律知らない人だと、まあ、こういうことをやっちゃうと。まあ、いったイメージですね。まあ、これが仮登記です。まあ、この申請方法のあたりですね。このあたりよく出題されます。また、効力。仮登記には対抗力はないけれども、本登記にすることで仮登記の順位で登記されますよ。まあ、このあたりよく出題される部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。